TWICE 新曲 Yes or Yes 7つの音源チャートで1位に。ビリボルト再生回数も驚異の記録写真イコールテレビレポート DBTWICE が 6TH ミニアルバムのタイトル曲 Yes or Yes でメロンネイバーミュージックをはじめとする7つの音楽配信チャートで1位になり10作連続のヒットを記録している。5日午後6時に公開された TWICE のニューミニアルバム Yes or Yes の同名タイトル曲は公開6日目である10日午前10時基準でメロンネイバーミュージック、ジェニー、オレ、エムネット、バックス、ソリバダなど韓国の7つのリアルタイム音楽配信チャートで1位を記録した。Yes or Yes は TWICE の愛らしい告白に Yes としか答えられないという内容を書くナンバーだ。9人のメンバーは相手に堂々と Yes を求める自信あふれる魅力を披露している。 6TH ミニアルバム Yes or Yes は6日午前基準で日本、香港、台湾、シンガポールなど海外17地域の iTunes アルバムチャートで1位となり、TWICE のグローバルな人気を証明した。8日、Forbes は24時間でミュージックビデオの再生回数が3140万回を超えた。これは世界7位に当たる記録だ、と報じ、視線を集めた。TWICE は2018年4月に 5TH ミニアルバム What is Love と同名タイトル曲、7月に 2ND スペシャルアルバム Summer Night のタイトル曲 Dance the Night Away に続き11月に Yes or Yes を発売し、今年3回目となるカムバックを果たした。今回の Yes or Yes はデビュー曲 OOH の AHH に優雅にから Dance the Night Away に至るまで9作連続のヒットを記録した TWICE が届ける10作目の新曲として話題を集めている。